これは楽しみやね。最近なんかオンラインで対戦して、ケンピが勝ち越してはいるらしいけど、因縁の対決らしい。でも、ドクラは自分の勝った試合しか覚えてないんで、勝ち越してるって吹かしてましたから。さあ、まずはどっしりとした様子見。めくりから投げを通して地上戦に戻る。さあ波動が、うわしっかりしてる。目がね、歩きが遅いんでね、やっぱり調整はなかなか。さあしかし画面発信入れ替える。リターンがね、今あるのとやっぱ大胆が強いですからね。そう、おお、なんだ、ケンピめっちゃ前出しに出てんな。そうですね、しかも上も出るし、右からこれですね。やっぱりこれもう対策にしてるっぽいですね。 EXW に見たら V リバっていう。いや、ダッシュ見てますね。うん、いや素晴らしい。かなりなんかその攻略してるって感じしますね、ベガ戦を。いやうまい、後ろ下がるから中足エクサド。ベガ側が投げ前になかなか入れてないですね。ベガね、歩くの遅いんでね。距離を取ってスラはガードしている。やはりその大胆の外で戦ってっていう感じですね。さあ飛びが通ってラインを押し上げる。そうですね、だから剣側の唯一のその噛み合うとしては一文字にこういうパリーンってなるのがあるかなってところですね。さあ発動、いやーこれ乗っちまう。いやークラカン球が強いんですよね。ファイナルラウンド、2発で、あの縦軸が合わさったら弾けるはず、パーンって。弾けるの、うん、弾けて、弾けた瞬間がすごい判定でかくなるから、結構飛び越しにくかったりとか。やった気がする、俺がやってた頃は。さあ、吸収。そうですね、吸収した球が強すぎるから。さあ吸収打ち返す。さあフレ、ですね、発動補正があるんで減らないですけど、運べるのでここどうなるかっすね。トミ、うわ、中継の確認がちょっとしてたんですけど、三なんすかね。いやー苦しい、有利から有利、投げ残る。さあしかしベガがゲージが溜まってしまいましたね。さあこの1ゲージを何に使う。さあ1個クラッシャー。いやーそうですね、玉無敵ですよね。ベガウィン。はい、ソウスケさん勝ちですね。はい、ではソウ、あ、連戦になります、すみません。ではソウスケさんとケロさんお願いします。さあざっくり、いいダメージ、スタンチも結構溜まってる。クラカーン、これはピュールでしょう。しっか
かり小昇竜でスタンさせてあのゲージ貯める時間を作りましたね。細かいことですがやはりやり込みを感じる。難しい小足ラウンド2ファイト。うわアックスに EX 竜巻、上は出る。いやうまい、差し返し中盤ダブル2からダッシュでプラス、これがマジ強いっすね、ベガはね。やっぱりうまい、なんすけユーリーユーリー暴れる、うまい。サーブ1番これは確定しない。おお、なるほど、投げてさあほぼゴム、後ろ投げ残るでしょう。さあライン上げる、あーこれそうですね、サイコクラッシャーがあるんで、うわうまい。いやしっかり歩いて後ろ勝利しましたね。ちょっと怪しい距離だったんで。さあ1-1、知念そっくりの意味が分かる。どういうこと知念に声が似てんのか体型が似てんのか体型体重増加が止まらないんで。でしょう。やっぱねーこのーコパン投げ強いっすね。おおなるほど、そうですね、離れ読みで、そうですね、有利フレを生かして前に来る読みの昇竜が空を切ってしまった形ですね。めり込む、強気ですね。後ろ下がりながら様子見るけど、大思って今くぐりに行こうとしたんですかね。やっぱベガ足が遅くて背が高いんでちょっとくぐるのは難しいですね。さあここはスタンマジだったけど、まあ無理しないですね、まあ、体力リード取ったし。強気ですね。いやそうなんですよね、あれ相変わらず永遠に軸崩れしてますよね、サイコクラッシャーね。しかもあれ投げ前の外に出るから、そうあれそろそろ直してほしい。変な読みがしないといけないですよね。リーチの中に来たかまどね、ゲージ的には天狗は有利だが、そうですね、やはり画面端きついですからね、なるべく。いや上は通さない。いやここまでやはり上が出るとかなりね、もう駒投げ最後有利時間が続きます。なるほど、しかしこれかなりゲージは入ってしまったので、で対するケンピ側はゲージが、あーめくりが通る。これは昇竜残りますか、これ保証が残らなかった。勝ったのはケンピ、ぴったりですね。さあでは、配信内でペルシャさんと拳さんお願いします。キャラスあった？
ベガで一番きつい。ベガで剣が一番きつい。